はいえー、動画の方ごご視聴いいただきまましてありがとうございます、えー、この動画はあの前後半と分かれている動画の後半部分でして、えー、前半部ではですねあの、まあ、この本などの本の本紹介していたんですが、えーまあ、この辺にある簿記、えー、の本とか、えー、FP の本とかあとは電験の本ですねこれを紹介したところで、えー、前半部は終わっております、まあ、よろしければ、えー、そちらの動画も、えー、まだ見ていない方は見て,いたい見,ていて見てみてもらえればと思うんですけれども はい、で、後半部の、えーとまあ、内容ですね、えー、まず一、えー、つ目は、ですね、まあ、電検の、まあ、参考書の選び方ですね、これに関してご質問いただくことが多いので、これについて少しですね、あのまあ、過去にもこういったテーマで動画を出していたとは思うんですけれども、まあ、ちょっとだけしゃべろうかなと思います。 まずです、ねえーまあ電、例えば電検3種です、ね、受ける方が今から勉強するんだけどどういった本を選べばわからないというケースです、ね、を想定して、えー、しゃべりますとできればあの本屋さん、えー、大きめの本屋さんに行っていただければ電検3種の本ってあのメジャーどころがあの何種類かあってそれらが揃っていることが多いと思います。 で、えー、まあそうですね、あの、まあ、平積みになっている、えー、平積みっていうのは、あの、まあ、表紙が見え、本の表紙が見えてて、あのそれが重なっておいてある本のことですけれども、えっ、ー、と、まあ、その辺が結構おすすめで、えー、売れ筋であったりするので、その辺中心にですね、えっ、ー、と、自分的にパラパラと見てもらって、えー、まあ、絵の感じですとか、えー、まあ、書きぶりの感じとか、えー、そういったところで、えー、まあ、学習が長続きできそうかなと、えー、まあ、結構、あの、読んでて、あの、苦痛にならないかどうかっていうところを、 えー、まずはあの見られても、えー、いいと思います。はいでまあ、あとは、えーとまあ、1つの例えば、えーまあ、チャプターといいますか、えーまあ、例えばですね、えーまあ、コンデンサーの、えーまあ、原理というか、えー、基本公式といったところの項、まあ、1項目だけを読んでみてですねでそれであの、まあ、入って あの自分的に理解しやすいかどうかそういった感じで、えー、まあ1つの項目だけを試し読みして、えー、まあこの本は分かりやすく書いてくれてるのかなそれ,それともちょっと違うのかなというところを評価するというのもいいと思います。 でまあ、次にです、ね、あの別の切り口として、えーまあ、4科目、電検3種、えーまあ、2種と1種の1位も一緒ですけれども、あるんですが、えーまあ、それぞれ1冊ずつ買うのか、まあ、つまりです、ねえー、理論の本1冊、えー、機械の本1冊、電力と放棄の本1冊ずつ、えー、計4冊買うのか、もしくは、まあ、僕がやったように電検3種合格ガイドのように、えー、4科目が、えー、オールインワンになっている1冊を買うのか。 これとい,い,いうのも、えー、よく聞かれるんですけれども、まあ、ここはですね、えーまあ、より、えっとまあ、やっぱり4冊に分かれている方が、えーまあ、紙面が多い分、あのーえー、詳しく説明がされていたりもするんですね、まあ、なのでそこはそういったところが欲しいかどうか、えー、っていう点で判断していただければいいんじゃないかと思います。 逆にですね、1冊の方はじゃあ何がいいのかっていうと、えーまあ、ポイントが集約されて、えー、はいますし、まあ、あと,、えーとまあ、料金も、えー、安いですよね。4冊買うよりも1冊買う方が安い,安いと、えー、言えると思いますので、まあ、そういったところ、まあ、お財布事情とかとも、えー、相談して、えー、決めてあげたらいいんじゃないかと思います。 まあ最悪ですね、1冊だけ買っといて、であのまあ、例えば理論のところやってるけど、ちょっと説明不足で分かんないなってやったら、あのまあ、理論の本を追加で最悪買うとかですね、まあ、そういったこともできますね。 はいえー、参考書の選び方ですね、えーまあ、あともう一点申し上げるとすると、えーまあ、参考書と、まあ、問題集、えー、っていうのでまあ大きく分けられるんですけれども、まあ、ちょっとあの2種とか1種とかってあの、まあ、あのそれがあの融合してたりもするんですが、えーまあ、基本的にはあのそれら1冊ずつ買ってあげたらいいと思います。 はいえーまあ、テキスト、えー、ですね、まあ、例えばこれはテキストの部類ですね、問題集、問題も少し入ってますが、えーまあ、説明が重視、えー、メインのテキストですね。で、これプラス、電検算子の,、まあ問の問題集、各問の問題集、こういった類のものですね、買っていただいてもいいですし、はいえーとまあ、そういったの、えー、ペアでですね、えーまあ、買ってで、テキストをやってから問題集やるっていうのが、まあ、いいと思いますね。はい えとま、ざっくりと、えー、参考書の選び方については以上ですね、えーとま、過去の動画でですねこの辺りもう少し詳しく、えー、喋っていたものもあったと思いますので、ちょっとあの、えー、探しです、ね、あのいいのがあれば、えー、リンクを動画概要欄に貼っておきます。えー、それでは、えーとま、途中であったあのこの本の紹介ですね、えー、進めていきたいと思います。えー、前回の前半分の動画でここの電気演習の、えー、白いです、ね、問題集のところまで終わったので、えー、これより左下をやっていきます。 一つ左にあるのが技術士の電気電子部門のものですね。はい、これは結局受けてないんですけれどもどんなものなのかなということで買ってみたというような感じですね。はい では次ですね、電気工事士になってきます。第一種電気工事士ですねの引き試験の完全回答ですね、これを、これはですね、ちょっとブログとか書かせてもらうときに参考にしようと思って用意しているものですね、実際には僕、受けていないです。そして、それより左が第二種電気工事士で、これは実際僕、受けたものです。 でまあ、テキストですね、えーまあ、こちらの、えーまあ、これも合格ガイド、えー、こっちの電源算出のものと同じシリーズにはなっているんですけれども、えー、これを使ってました。えー、それに加えて、えー、技能試験っていうのがあるので、えー、それのテキストですね。はい 電気工事士については以上になりますので、ではですね、下の段の方ですね、さ行っと見ていきたいかなと思います。気象予報士試験ですね、まぐれの様子も多かったですけれども、4ヶ月でなんとか勉強しきって合格することができましたというものですね。 気象予報士,、ね予報士えー、を受ける方で、えー、の中であの結構、一般、えー、気象学、この本は結構有名なものですね。はいまあ、テキスト的な、バイブル的なものでがありまして、えーとで、あとプラスアルファでテキストですね、気象予報士簡単合格テキストというのを、えー、使ってました。はい でまあ、あとは問題集的な、えー、実技っていうのがあるんですね。あの専門天気図とか、えー、が出てきて、えーとまあ、ちょっとそういったところで実技、えー、っていうのを、えー、します、はい。詳しい内容ちょっと忘れちゃった,忘れちゃったんですけれども、そ、ま、れ、あ、用のテキストですね。はい、で、えー、一番左側にあるのはあんまり使わなかったんですが、まあ、これも、えー、テキストです。気象予報士のやつですね。はいえー、気象予報士は以上ですね。えーで 次にあるのはこの科学と物理は高校の時に使っていたものですね。はい。えー、の、まあ、それぞれ問題集ですね。重要問題集ですね。はい。で、えー、トーイックですね、この辺は。はい。えー、ここはまあ特に言及することないです。で、それよりこの統計学より左側は、えー、大学の時に使っていたものですね。この赤い物理学の基礎まで。統計学、えー、と解析学。 用論とかありますけれどもその辺ですね量子力学とか光とか電磁理論とかそういったところ使っててで一部だけこういうふうに残してるっていう感じですねはいであとは基本情報技術者試験これも受けてないんですけれどもちょっと一瞬勉強してたものですね で、えっ、ー、と、次は、これは電気通信、えー、主任技術者試験のものですね。はい。まあ、これを受けて、えー、合格することができましたと。で、あと、AIDD 総合種交端と呼ばれるやつですね。えっ、ー、と、まあ、光回線工事とか、えーまあ、通信回線工事とか、えー、そういった、えー、時に役立つ、えー、ものだったと思います。はい。えーと、そうですね。えー、これで、えー、以上になりますね。 はいえーまあ、ちょっとこれがあの、えー、皆さんの参考になったかどうかは分からないんですけれども、えーとまあ、あの楽しんでいただけたら、えー、嬉しく思います。で,、えーまあそうですね、最後に1点だけ補足しあの電源関係で,です、ね、補足しますと。 私は3種を持っていない状態から10月で勉強して3種と1種を同時受験して両方とも合格することができたんですけれどもそれにこれその時使った本ですね1234567冊合計使ったんですがおそらく他の方と比べるとこの本の 数は少ないんじゃないかと思います。まあちょっと勝手な予想ですけれども、少ないんじゃないかと思います。で、何が言いたいかと言いますと、あまり無駄な本はですね、買わない方がいいと思います。で、無駄な本買ってしまう原因としては、えっ、ー、と、まあ、 本屋さんに行ってどの本がいいかなって選ぶときに、えー、まあその時にちょっと考えが、えー、まあ及ばなくてというかその時にしっかりと選べなかったがために、えー、後でまた買い直しと、えー、いうようなことになって、えー、何冊も何冊も本が増えてしまう方っていうのは結構いらっしゃるんじゃないかと思いますで、えー、まあ私は全然そういうやり方で、まあ、やるんで、えー、大丈夫ですっていう方は全然それでいいと思いますし、まあ、そこは人それぞれのところだと思いますけれども 僕はですね、結構自分の中であまり無駄な出費はしたくないなとかですね、本たくさん持ってても、ちょっと重複する内容ばっかり仕方ないかなとか、そういった考えを持っているので、結構ですね、本を選ぶときは結構厳選して選んでます。一般的にやっぱり支出は抑えた方がいいと思いますし、せっかくやるんだったら最初から まあこの本でやってよかったなという本でえやるのがまあ当然えと勉強の能率的にもえいいはずえですのでえまあやっぱりあのしっかりですねあの本のを購入するときはえちゃんとえ厳選していただく方がいいと思います。 もう僕なんかは、えっと、本屋さんに行って1冊買うだけで、まあ、例えばです、ね、電検3種の本ですね、えー、これ最終的に選びましたけれども、まあ、これ選ぶまではです、ね、もうえと少なくとも1時間ぐらいはあのー、まあ本屋さんでいろいろ本を手に取ってみてどれにしようかなってやってた、えー、と思います。 まあその1時間の時間を捻出するぐらいだったらあの、まあ、自分の時間単価的に適当に本を買った方がいいという方もおいらっしゃるかもしれないですけれども、えーとまあ、私は結構あの慎重に選んだ方がいいんじゃないですかというタイプですね、はいまあ、結果としてこういった最小限の、まあ、数の本で、まあ、電気禁止まで合格することができましたというお話ですね では、今回の本棚の紹介については以上でございます。ちょっと今までの動画とは一風変わったというか、えー、今までは、あの、えー、まあ過去問の解説とか、えー、とまあ理論の解説とか、そんなことばっかりだったんですけれども、まあ、あのもしですね、えー、面白かったという方いらし、えー、いてくれてましたら、あの高評価とか、チャンネル登録とかしていただければ、大変嬉しく思います。 それでは今最後までですね当然後半合わせて長かったんですけれども見ていただいた方本当にありがとうございました。これで失礼いたします。